本日の動画はメンテナンスです。2号機 DT200R37F で史上最大の異物を発見してしまいました。作業としてはですね、タイヤからにょっきりとはみ出たものがあります。実はリアブレーキディスク化しまして、そのテスト走行にですね、河原に行きました。でそこから帰ってきた時に気づいたんです。すごく大きな金属状の破片がタイヤから覗いてるんですね。で実は以前に直径 10mm の鉄筋を拾ってしまって林道でパンクしたっていうことがありました。だいたい釘とか尖ったなんて小さい鉄の金属片なんですけども、この 10mm 鉄筋拾ってパンクした時には本当に驚いたんですよね。もうこんなことないだろうと思ったら、それよりもさらにすごいことが起きましてですね。ところがですよ、今回はそのすごいものを拾ったにもかかわらず奇跡的にパンクしてないんですよね。そんなことあるの？でラジペンでももうペンチでもがっちり刺さってて全然抜けないんですよ。はい、果たしてどうなるでしょうか。それでは本編どうぞ。いけましたね。今日はなんだかものすごい日です。タイヤがこれ絶対パンクしてるよね。なんかタイヤレバーだろうな、これの破片みたいなの拾ってますね。なんだこれ。わずかばかり出てきたんですけど全然手強くて取れないですね。これひどいわ。これはちょびっと出てきましたけど全然出ないです。これは手強い。まだ抜けそうな気配がしてきません。随分出てきましたけどね。なんじゃこりゃ。これ何なんでしょうね、一体。タイヤレバーだと思うんだけどな。もう手が痛くて。いやー、厳しいです。タイヤレバーですね。どうやって入ったんだろう。抜かなきゃ。抜けないんですよ。抜けました。丸々タイヤレバーでした。ここにがっつり刺さってた。これなんだ、強化チューブが見えてるのか。それにしてもなんかパンクしてる様子がない。嘘だろう。パンクしなかったのこれ。タイヤレバー1本入手しちゃった。やっと抜けましたね。でもこれ、パンクしてないっすね。抜いた瞬間にピシャーって終わっちゃうのかと思ったら、ちょっと空気圧測ってみましょうか。0.5 に落としたんだけど。測ってみますね。よいしょ。うわ、マジか。パンクしてねえな、これ。だいたい 0.5 ぐらいだったんですよ。パンクしてねえ。嘘だろ。パンクしてねえなんてことあんの？ええー。うん。今までのこのなんかさ、拾い物の中で最も珍しいパターンですね。こんなこと今まで一度もない。だって刺さってたのこれですよ。もうそもそもこれが刺さってること自体がこんなのありえないんだけど。それでパンクしてないっちゅうね。何これ。引き抜いた後のですね、私の心の中の叫びをですね、ちょっと皆さんにも知っていただきたいんですよ。はい。まずですね、心構えがなってねえぞと。みんなが練習しに来る、まあコースじゃないんですけどね、河原にですね、タイヤレバーを置きっぱなしのやつにですね、バイクに乗る資格がねえんだよと。もう相模川に車両ごと捨てちまえと言いたいぐらいでした。ちょっとですね、声出てたかもしれないんですよ、ご近所さんに。聞こえるか聞こえないかぐらいの。それくらい手が痛かったんですよね、もう。勘弁してくれよ、みたいな。で、心構え2です。工具を忘れて置きっぱなしった一体どういう条件だと。いろいろまあやるのはわかるけど、その後の工具の確認もしねえで引き上げるのか。お前にはもうメンテナンスする資格もねえんだと。相模川にその工具も捨てちまえと、これもですね、ちょっと声出てたかもしれないです。で、さらにですね、まだいきますよ。経済的なお話なんですけど、関東にあるディスカウントストアの大熊でよく売ってた300円レバーじゃねえかと。この貧乏人がと叫びたくなってしまいました。この気持ちだけはですね、ちょっとご理解いただけるとありがたいです。でですね、まあこのすごい出来事、このタイヤレバーがタイヤに刺さって、しかもパンクしてないっていうこの出来事をですね、みんなにも知らせたくて、で、LINE のグループで調べさせました。引き抜く過程の写真を見せてですね、ほら、タイヤレバーだったんだよ。しかもね、パンクしてないんだよ。こんなことあるっていうふうに。で、そうしたところですね、3分後ぐらいに、カネゴンですね。カネゴン18、カネゴンチャンネルのカネゴンから、トークがありまして、それさ、タイヤレバーの置き忘れなんじゃねえの？取り忘れなんじゃねえの？はっ！ここでですね、走馬灯のようにいろんな出来事が頭に思い浮かんでしまいます。はい、工具箱の中にあった4本のタイヤレバーです。一番上、これがタイヤの中に残されていたタイヤレバーですね。磨かれてますね。チューブとタイヤの間で磨かれたので綺麗になってます。で、銘柄なんですけども、これがなんかイーグルっていうので、これだけちょっと別？まあもうほぼ変わらないんですけど、これはですね、グローリーってやつな。ほら。全部同じですと。はい。まあというわけで、全部持って、もう間違いないです。これは、もともと工具箱に入っていたタイヤレバーですね。いやー、面目ない。プロープ1に成功してもらったディスク化ですね。リアホイールの 3XP のリアホイールがついてます。で、本当にちゃんと成功してくれてあるんですけども、ここのビードストッパー、1個なんですよね。ですので、このビードストッパーのを2個仕様にしたいと思います。リムバンドですね。もともと 37F ホイールについてたのを外したんですけれども、この自分で開けた穴、ビードストッパー用の穴なんですけども、パンクパッチで補強しました。はい、ちょっとここ切れてきたら嫌なんで、こっちもやりたかったんですよね。前の分時間がなかったからやらなかったので、今日やりました。これで取り付けましょう。ビードストッパー2個仕様にしました。あとはこの赤いナットつけますけどね。はい。ちょっとここのね、ビードが上がってきてないんですよ。小休止。何しろコンプレッサーじゃないんでね。手押しポンプですから。今よく見たら、やっぱビードちゃんと出てないですね。だからだな。カコンカコンっていうのは、ホイールが緩んでるんじゃないんだ、これ。というわけでございまして、LINE でトークする前ですね、15分ぐらい前の、心の叫びを吐露した私に対して、その後の私、なんですけれども、平誤りですね。ごめんなさい。すいません。車両は捨てたくないです。まだ乗りたいです。勘弁してください。それに、川に捨てたら不法投棄です。心構え2ですね。あ、これもごめんなさい。勘弁してください。一度捨てちゃったらもう買い直せません。それにやっぱり川に捨てたら不法投棄です。そして最後ですね、これ。はい。すいません。もっといい工具欲しいです。でも、最後の買った1本は値段確か680円でしたから300円じゃありません。許してください。こんな感じでございました。まとめます。史上最大の遺失物でしたね。異物、音は同じなんですけどね。異なるものじゃなかった。プロップマンからですね、納車されてきた後にビードストッパーを2個にしようとして、ホイールからタイヤを外すっていう施工をやったんですよ。その時にですね、意外に苦戦してしまって日没が近づいてきたんですね。ですからいつもはですね、片側のビードをホイールにはめるのを手でやるんですけど、その時はですね、結構乱雑にタイヤレバーでやったんですよ。もういや、ガンガンみたいな。で、そう言われてみれば、レバー中に落っこちましたよ。で、全部ですね、施工し終わってから押したんです。で、押したらですね、カコッ、カコッ。その施工前にはなかった何かに乗り上げるような価格、確かにあったんですよ。あったんですけれども、ホイール歪んでんじゃん、これ。やっぱりヤフオク中古ホイールやったらダメだな、というふうに決めてしまいまして。で、猿ヶ島に向かうときにですね、集合場所から向かうときに、社長が後ろからスーって近づいてきて、それビート出てねえんじゃねっていう風に私にこうアドバイスしてるんですよ。で、いや、ビート出てないのかもしれないけど、違うんだよ、ホイールが歪んでんだよっていう風に説明もしてたんですよね。ホイールが歪んでるんじゃねえじゃん。タイヤレバーじゃん。やってしまいました。しかしですね、実は、これだけではすみませんでした。それはまた次回ご紹介いたします。ありがとうございました。